ゆっくりしていってね。時は1939年、イタリア空軍は頭を抱えていた。パイロットたちの要望で保守的な設計となった MC200 戦闘機は、拡張性に乏しく、限界が見え始めていたからだ。このままでは連合軍やソ連軍の新型機に立ち打ち、できないと考えたイタリア空軍は、MC200 戦闘機にドイツから輸入してきた DB601 エンジンを装備した新型戦闘機の開発を開始した。MC200 の設計者である、マリオ・カストルリギ氏によって DB601 エンジンを装備するために少々改良が施された。試作機は1940年の8月10日に初飛行し、非常に優秀な性能を空軍に見せつけ即採用された。この戦闘機の名は、MC200 ニソルゴーレ。この機体はすぐさまアフリカ戦線に投入され、瞬く間に戦果を上げた。なぜなら、同じエンジンを装備するメッサーシュニット弱中戦闘機、型をも上回る性能を持っていたからだ。連合軍はこれに対抗して、スピットファイア戦闘機や P-47 戦闘爆撃機を投入したが、ソルゴーレは互角に渡り合うことができた。飛行機になると、イタリア本土にも B-25 爆撃機や B-17 爆撃機が飛来するようになり、これらの迎撃にも使用されたが、軽武装が荒となり苦戦を強いられた。しかし、優秀な戦闘機であることには変わりなく、連合軍も新型機とも互角の戦いを見せた。戦後もイタリア共和国、空軍で練習機として運用され、エジプトにも輸出された。ちなみに、この機体はサルーレ、翼の長さが違う。左翼が右翼に比べて20センチほど長いのがわかるだろうか。これは昔からイタリア飛行機に使われた技法で、プロペラの回転によるトルクモーメントを打つ結果効果があるらしい。また、日本の3式戦闘機、支援が実戦に投入されたばかりの頃は本機に間違われたという逸話は有名である。今回はそんな隠れた名機に乗っていく。空の上からお運んだ機は、天の2号です。どうも皆さん、高所恐怖症の連の1号です。今回はこのラールゴールオープレインズというゲームをやっていきます。違うだろう。使用していくのはマッキ200ニソルゴーレ。イタリアの BR-2.7 の戦闘機ですね。見かけない機体ですね。強いんですか？このランク帯の中でも超機体だと思うよ。レッグを。見ろよ。違うだろう。違くないんだな、それが。この性能をあのランク帯で振り回せるのがこいつの強みだね。まあでもスペック詐欺なんですね。わかります。そうだよ。まず暴走力だけどこんなにないよ。体感的にだけど24.5メートル毎秒くらいだね。まあ史実の2倍近くの暴走力ですもんね。あと旋回性能だけど横方向だとあまり曲がらないけど縦方向だとそこそこ曲がるよ。旋回線を仕掛けるときは縦方向で行いましょう。あとエネルギー保持がかなりいいらしいよ。いいらしい。前の別れは日本機とかドイツ機に乗っていたんだけどあまり変わんない気がするんだよな。こいつエネルギー保持いい機体にしか乗ってないな。まとめると高い上昇力と速度性能を生かした一撃離脱が得意な機体だね。格闘戦を仕掛けるときはできるだけエネルギーを使う動きをして敵のエネルギーを奪うエネルギー戦を仕掛けていこう。まとめたところ悪いんですけど、無法はどうなんですか？無法は 12.7mm、機銃が機種に2門、よくない 27.7mm、機銃が2門装備されているよ。こちらも弾道が山なりで弾速も遅いから慣れが必要だけど、威力は微妙だよ。ダメダメじゃないですか。パスタでも売ってるんですかね。で、冷戦。それでやろうか。この逃げ腰イタリア軍だからね、しょうがないね。言っとくけど、イタリア軍のヘタレ犬の話ってほとんど嘘か冗談だからな。話聞いてました？え、あ、うん聞いてたよ。じゃあ何の話をしてたか言ってもらいましょうか。このクワー敵の攻撃だ。ひし、血が起きるつもりか。後ろについていたのはメッサーシュニット弱中だったようですね。自由神通にやられてあんのと、サンダースキル 53% のやつが申しております。それにしても美しいな、ゴルゴーレは。上から来るぞ、気をつけろ。
もう、作敵忘れてた。あいつに目を奪われても、作敵を怠ってはいけない。だってレレレレレレエンジンが死んだ。とりあえず注意するなり。敵は離脱していきましたね。てか、敵のキティホークがタプロウとしてます。悪行はそこまでや、正義のトルゴーネがタプを妨害してやる。妨害なのかよ。ほらほら味方さーん、あのキティホークがもうネイを占領しようとしてますよ、だっさって。この他力損がん。この角度着陸できるかな？着陸できてもできなくても、キティホークにやられるにいいよ。着陸前に作敵をが。おーおー、あの野郎戻ってきやがった。主人公死亡のお知らせ。世界一の撃墜できてねえじゃねえか。どうしてくれんだよこれ。たとえこのトルゴーネが死のうとも、第2、第3のトルゴーネがいるのが。ってことで20ミリ、氷もトルゴーネに持っていきます。第2のトルゴーネはいても、第3のトルゴーネはいねえだろ。こいつは、トルゴーネに気分の強さを持つからセーフ。ってことで聖王が、20ミリを氷した分、聖王がクッと落ちたよ。事実でも、この洗脳低下が原因で、太陽になったくらいですしね。PR も上がってなおかつ、洗脳も落ちた。こいつはくせえ。参拝の匂いがプンプンするぜ。参拝がないんだな、これが。この20ミリが、性能低下を気にならないくらい強いからね。この20ミリはドイツ機にも装備されている MG151 って機関砲なんだけど、これがクッと凶悪な威力なんだよね。そうか、当たった相手は死ぬ。このキート機関砲。これを500発も積んでるんだよ。当たった相手は死ぬとは一体。逆に当たらなかったら死なないんだぜ。でも投手をやったからもうただの的だね。的にすら当てられないゲーマーのクズ。お、これってほら、エンドイデイだし。うわあれさ、自分が上手くないのをエンドイデイだからって言い訳するがヤクプレイヤー。そういえば投手を倒したのにギルアシがもらえなかったな。こいつ、いつも自分に都合の悪い話をされると話題変えてんな。でも最近、ギルアシの参戦が厳しくなったのは確かですね。おかげで、ギルアシで稼ぐことができないから、ベルトのセリエ1の回収が進まないんだよな。そんな稼ぎ方をしていた富豪に罰が当たったんだろうな。ゲームシステムにもっとして稼いでたのに、この言われのうらひどくない？そうだな。てかもう当てていいんですよ。いつもら当たるんだけどな。言い訳はいいからさっさと当てろ。なんか今回口悪くない？お前もしこの試合で5キル以上できなかったら降板させるからな。ここ降板？ふっ、面白い。このトルゴーネの強さを見せつけるいい機会だな。全然頑張りたまえ、どうせできないから。ダメージしなくなってきた。もし、降板したらこのチャンネルの名前も、Twitter の名前も、天の一号になるけどいいのかな？はもうかからねえよ。ごめん、もう一回言ってくれない？だから間違えて、サンダーランドにもクロン引きました。死ねばいいのに。ごめん、もう一回言ってくれない？お前わざとやってるだろ。ごめん、もう一回言ってくれない？これしか言えなくて、このタル。はい、すいません。さっき言い忘れてたけど、運用としては、先手を取れば大体勝てるから、絶対に先手を取る立ち回りが求められるね。逆に先手を取られると死ぬよ。なんで、このタイミングで運用方法を述べたのか。言い忘れてたからあれ。ってことでゾーン B でも落としに行くか。戦闘機が2機迎撃に来ましたね。まずは P39、お前が。今の味方機が3機飛び出してるとこもかっこよくなかった？そんなこと言ってる暇あったらさっさと切るし。今からあの F2A1 に攻撃を仕掛けたいと思います。おい、あれからうらうらしてたから初キルまでカットしました。ジミー、動画初めてのカットですね。エレベーターもいなけど多分ギルアシにもならないから追撃するよ。よ、最初味方を道連れにするつもりか。くらえ。ああ。PS1 の回線を信用してはいけない。あと4。この設定まだ続いてたのかよ。これもあれだな。コネッターズニット。これよりキティフォークの方が美味しそうだな。このよし、開幕8秒並んだ。
これが俺の真の実力だ。MG151 の実力、なんだよなぁ。MG151 は俺の実力で当ててるんやで。いや、その理屈はおかしい。これから戻るだけだからカット。今から俺を撃墜した奴に仕返ししに行きます。目には目を、では世界が盲目になるだけだって言葉知ってます。知らないよ。そんな話してたら射程に入りましたね。すごくと当たらないだろう。いえ、すごくと当たらないだろう。あ、これ倒せないパターンだ。本当だ。上がれ。俺たちは何も見ていなかった。いいね。とりあえずゾーン B の敵は全滅しましたね。近くテロパチがたくってるし、これもしかしたら逆転できるかも。テロパチは、俺たちは何も見ていなかった。いいね。ってことでフォークを攻撃します。お前が言うのか。一度言ってみたかったんですよ。じゃあ死ぬか。あと1。なんだかんだやる気でくさ。てかいつの間にか味方がいなくなってますね。ここは離脱した方が。いや、ここは楽ないんだ。離脱できる時間を稼ぐためにおとりになる。せいせいもバックッチですよ、バックッチ。関係ないゲームの話はやめようね。じゃあ俺は来いよ。空気の塊にでもぶつかったんですかね。ストレイタッチかな。ってことで次は C200 戦闘。ゴルゴーレも前進ですね。とりあえず啓蒙が上昇力、展開啓蒙に優れ、さらにモールも速いので格闘戦では敵なしですね。なお火力、このパスタ砲運用としては一撃離脱から展開戦まで幅広く対応できるから、その人に合った戦いができるね。さすがに適当すぎひん。なんというか、火力以外は全体的にバランスが取れてるから何でもござれって感じなんだよね。まあ、自分は一撃離脱しかできないから、一撃離脱運用しかしてないけどね。こいつ本当に本気乗りだったのかよ。失礼な、ちゃんと乗ってましたよ。ちなみに、相手は指定アイデント非縁と表記でした。こいついつも OP 自体も、ついに都合の悪い話をされると、カットするようになったか。大変だ、味方も爆撃機が怒られている。急いで助けないと。本音は？おとりになってくれてありがとうね、爆撃機くん。こいつ探偵だ。でも見てくださいよ、ここが格上であるテアラコブラを追い詰めてますよ。もう勝手にしろ。爆撃機死んだのに友軍爆撃機通路もらえるのか。いつから爆撃機が死んだと錯覚していた。お分かりいただけただろうか。なんと飛行機の尾翼だけが空を飛んでいるのである。これはこの世に未然を持ったバイボットの、というネタを思いついたんですけど、どうでしたか。視聴者に感想を聞くな、困惑するだろ。おい、なんで途中でカットしたんだよ。なんとかした。とりあえず交換回避を目指そう。二号君、なんでこれを知ってるんだ。いやだなぁ、18円って僕を雇ったじゃないですか。お前人なんて雇ってたのかよ。ってことで、お日もラユーのカット。はい、なんか子が飛んでたら終わりました。もうこのゲームやめちまえよ、ひどすぎんだろ。こな、デス数に対してキブ数が貧弱すぎんだろ。結果はこちらの敗北、ゴキブ3デスで戦友をゲットしました。これ、どう考えても動画化するような試合がないよな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。いやー、ついに新キャラが出ましたね。え？あいつレギュラー化するの？当たり前だよなー。